こんにちは、さくらです。今回は、今日チャレンジライブやったについて、話していこうかなと思います。前から始まりました俺のね、企画として、プロセカなるべく毎日あげて、なんだっけな、チャレンジライブやってない人を呼びかける、やってない人に呼びかけるみたいな動画をね、毎日投稿し始めたんですけど、で今日で31日目かそれぐらいだったと思うんで、まあちょうど1ヶ月ぐらいですね、やってきたんですけど、まあどっかのタイミングで終わるんですよどっかのタイミングで終わらせようとは思ってたんですけど、まあ1ヶ月間ということで、まあ今日でいいかなって思ったんで、はい、今日で終わりたいかなと思います。まあ理由についてなんですけど、まあ歯切りがいいっていうのと、まあ俺1年ぐらい続けようとは思ってたんですけど、ちょっとね、なんつうんだろう、時間がなかなか割けなくて、そう、まあかといってね、プロセカが上がんないのかって言ったら全然そんなことじゃなくて、もうそういうことを言いたいんじゃなくて、そのなんつうんだろうね、チャレンジライブ今日やったっていう、そのご報告っていうかね、呼びかけの動画ではなくなるよっていうような感じですね。まあプロセカも毎日は上がらないよっていうような感じになりますね。まあそれと同時に、アンケートを取りたいと思いまして、コミュニティの方で、今日チャレンジライブやりましたかっていう、アンケート取りたいなと思いまして、何時ぐらいかはね、ちょっと字幕入れてると思うんだけど、まあほにゃらら時に投稿するんで、ぜひね、俺のコミュニティの方行って投票してみてください。前回がですね、1ヶ月前は 25% もいたんですよね、やってないよっていう人が。なので、まあどれぐらい減ったのか、俺の呼びかけによってどれぐらい減ったんだろうっていうのもね、すごい気になったんで、まあぜひ投票の方よろしくお願いします。はい、ということで今回これぐらいにしたいかなと思います。今までありがとうございました。お疲れ様でした。ちょっと待って、違う、ちょっと待って俺がなんか今引退するよみたいな、俺が引退するみたいな終わり方やめて。全然引退しないからな俺。